よし。今日はこちらにちょっと行ってみようかなと思います。今の時間帯が多分いいんじゃないですかね。結構ね、駐車場も広いですね。花畑は、絵はこちらからどうぞ。結構人というか写真撮ってる人がいいですね。こっからのアングルがいいんでしょう。はい、ちょっとね、スマホのカメラの方がこういうの結構綺麗に撮れるかなと思います。ちょっとね、手ぶれがありますけど、まあ、こんな感じです。ちょっと進んでいきましょうか。今ね、時刻が7時ぐらいですね。太陽がさっきまで見えていたんですけど、今ちょっと隠れました。今の時間帯がね、本当にいい時間帯な感じがします。朝かこの時間帯、まあ、こんな感じになってるんですね。普通に歩けるんですね。なんかあそこ展望台だけかなと思いつつ、ここにも行けると。この時間帯になると、まあ暑さでしんなりしているひまわりもあるんですけど、まあ、元気に咲いているひまわりもあって、まあ、その先にね、綺麗なこの日没というか夕日とともに、雲が綺麗に見えます。かなりなんかこの時間帯インスタ映えスポットかなと思います。道路に出てきました。まあ、大体ここまでね、まあ、5分ちょっとぐらいかな。
ね、なんかあのひまわりがほとんどというかほぼ同じ方向を向いてるということですね。仮想家太陽の広場来ました。来るの初めてなんですけどね、まあどこも初めてなんですけど、ちょっと先ほどのベイファームから少し離れたところです。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。